皆さんこんにちは。ソラヒプノシスセラピストのひろみです。よろしくお願いいたします。活動場所は静岡市です。時々東京にも行っています。ズームを使うことで全国の方とつながれるようになったと喜んでいます。普段は美術大学で学んだ織物の作家活動と手織り教室、オン手織り工房を静岡市で主催しています。ヒプノとの出会いは3年前、娘が不登校になったことです。それを機に娘はヒプノセラピーのセッションを受け、私は学ぶことになりました。それまでは周りの目を気にして、うまくやるためには自分を我慢させるべきだと思っていましたが、もっと自分を大切にしていいんだということを学び、おかげさまで2ヶ月半で学校に通えるようになりました。また願望達成の暗示で入れた工房付きの家を建てることができました。以前借りていた家は老朽化が進み、手織り教室を続けるためには自分の家を持った方がいいということは分かっていましたが、経済的に無理だ、どうしようと何年も悩んでいました。でもヒプノセラピーで暗示を入れたんだから、なんとかなるんじゃないかという気になりまして、一歩動き出したらどんどんラッキーが続きまして、去年この家を建てることができました。潜在意識が導いてくれたんだと思っています。好きなセッションは前世療法です。今の自分とはまるで違う別の自分の人生を生きるという物語性がとても楽しいです。そのストーリーの中でいろいろな出来事を経験して成長して死んでいくというのを主人公として体験します。そして天国に行き、霊的ガイド様からありがたいメッセージをいただきます。そのメッセージはまさに今生の自分への大切なメッセージなんですね。どうぞぜひ体験してみてください。お待ちしています。ありがとうございました。